10月に入り、食料品などおよそ4600品目が値上げされました。止まらない値上げの波、消費者そして飲食店からも悲鳴が上がっています。厳選したワインとそれに合う料理が自慢です。こちらは新潟市西区のフレンチレストラン。しかし止まらない値上げに頭を悩ませています。あのワインも3000円のワインが4500円ぐらいに値上がりしたりとかありますし、あのフランス料理店なので結構あの赤ワイン煮込みや赤ワインソースっていうふうにあの一皿で大量のワインを消費するのでかなりの影響が出始めてます。他にも料理に欠かせないオリーブオイルなど幅広い食材が値上げの対象に。それでもメニュー価格は据え置きにしています。まあ、かなり苦しいんですけど、お客さんが来なくなる方が苦しいっていうのもあるんで、値上げもどこまでどうしていいかっていうのが今一番の多分全ての飲食店の悩みどころだと思うんですけど。帝国データバンクによると、今月から値上げした食品は酒類やペットボトル飲料など4634品目に上ります。長引く値上げの波に消費者は。野菜だけじゃなくてお肉もそうですし、お魚も上がってますしね、頭が痛いです収入の方が上がってないので、はい、そちらの方とのリンクがないから厳しいです。はい、値上げの波は庶民の味方にも。明日の増税を控えた駆け込み需要のために、こちらの売り場では第3のビールの特設売り場を作っています。おととい、増税を翌日に控え駆け込みで購入する人の姿が見られました。酒税法の改正により、いわゆる第3のビールが今月からおよそ9円分税率が引き上げに。一方、第3のビールとは打って変わり、ビールは今月からおよそ6円分税率が引き下げられました。お風呂上がりの1本が毎日の楽しみだというこちらの男性は2ケースを購入。10円上がって24本入りだから240円上がっちゃうんでしょ、ね、もったいないよね。今日買えば240円安く買えるから。止まらない値上げの波。帝国データバンクによると、値上げは10月がピークとなる見込みですが、生活への影響は広がっています。